1、地球の運動について、星4。この漫画は天動説から地動説へとコペルニクス的発想の逆転が起こった時に、なぜその発想を逆転させるのよなるほどくんが発生したのか、を様々な人族の立場や見せ方で壮大に表現した作品。道歩いてたら急にやべえ奴がお前実は首にプラグ刺さって俺らは電池なんだよ目を覚ませって言ってきて、実はそれが真実だったってくらいの変革だから当然既存の既得権からは反発されるし、あの手この手で絶交させようとしてくるので。まあ最近の学説だと、天動説信じてた老害がどんどん寿命でガメを減らしていって、若い学者はうすうすこれ絶対地動説の方が正しいよな。って思ってたけどバカお前それ言うと物理的に絶交されるから黙っとけってなってたけど既得権が全員ガメをべらしたあたりで枷が外れてやっぱ地動説っしょってなったみたいなのが通説です。老害がなぜマインドチェンジできないかというとコンコルド効果ってやつのせいで合理的な判断ができなくなるからなので、例えば理科の時間に天動説から地動説に変わりましたって暗記させられてもいまいちパッとしないし、その過程がぶっ飛んじゃうからありがたみがないし記憶にこびりつかないけど、この漫画を読めば地動説を証明するための理論の構築だったり天文学に対する知識が増えるのでとても勉強になるので、めちゃんこ面白いし勉強になるサイズよ漫画。